こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書偶然とは何かの解説をやっていきたいと思います。みんなの身近には偶然というものがある。今日偶然あの人に会ったとか、今日は偶然運が悪かったとか、自分ではコントロールできない何かにまるで自分が操られているかのようなんだけど、みんなはそれを積極的に受け入れたり楽しんだりしている。例えばおみくじとかカード占い、あれは偶然起きる出来事を通して神様とか運命とかの意思を聞く、そういうことだよね。でその結果というのは誰にもわからない。もちろんいい結果が出る時もあれば、いやこんなことは気をつけた方がいい、そういう風に注意される時もある。でもね、みんなはその時そうやって偶然決まった結果を受け入れてある程度納得しているんじゃないかな。実は近代という時代はこの偶然をできるだけ理解していこう、全て人間がコントロールできるようにしよう、こういうことを目指した時代だった。じゃあ現代に至って人間は全ての物事を理解できるようになったのか、そこには偶然というものが存在しないようになったのかというと、実はそうではない。逆に最新の研究結果ではこの偶然という出来事は私たちの身の回りから切り離すことができない、こういうことが分かってきたんだね。それは一体どういうことなのか一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが出てきます。その中には他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。私たちは日常生活で多くのものに囲まれて多くのことに出会っていく。で、それに対して私たちは何らかの反応をする。それによって物を変えたり、そのことの成り行きを変えたりすることができる。折り紙を折って鶴を作ったり、皿の上にある食べ物を食べてなくすことだってできる。で、そういった自分の一定の行為というのがある決まった一つの結果を生み出すことを私たちは毎日経験している。そう、私たち人間と周りのこととか物とかの間には秩序が存在している。つまり私たちがこうすればその結果こうなるという必然性が私たちの身の回りにはあるということを信じているので、私たちはいろんな行動を起こしながら生きていくことができるっていうわけ。でもね、とはいえども、私たちの身の回りには常に訳のわからないものも存在している。なぜ自分という人間はこんな風な人間になっているのか。なぜ昨日あんな出来事があったのか。そこには私たちがコントロールすることができないような偶然、これは運命ということができるものかもしれないけど、そういったものがあると思わざるを得なくて、よってこの偶然というものの存在も私たちは信じている。じゃあなんで私たちの身の回りにはこの偶然というものがあるんだろうか。文明が未発達の段階では私たち人間は自然の力の前では無力だった。だから人間の周りにいる動物とか植物、あるいは風とか雪のような自然現象も、これは人間がコントロールすることができない、それぞれが自分の意思を持って行動している。アニミズムという考え方が取られていた。このアニミズムというのは動植物とか無機物、あらゆるものとかことに魂とか精霊が宿っているといった考え方。つまりなぜ雨が降るのか、風が吹くのか、森が移り変わっていくのか、その裏側には精霊の明確な意思が存在している、こういうふうに考えられていたの。だからそこで起こる物事っていうのは偶然ではなく精霊の考え方によるものだから、すべて必然である、起こるべくして起こっている、こういうふうに考えることができる。まあとはいえどもね、そういった世界の中では無数の精霊たちがいるし、その一つ一つの精霊たちがどんな意思を持っているのか、それは人間にはわからない。またその精霊たちを統一するようなより大きな存在、そういったものも考えられていなかったので、身の回りで起こることすべてが必然だと言っても人間にとってはその必然性は存在しないも同じだって。なんで狐がそういうふうに動くのか、植物がそういうふうに成長するのか、雨が降るのか、そういったことはすべてわからないことだったんだから。だから人間は様々な精霊にお願いした、生贄を捧げたり呪術を行うことによって精霊が人間が都合のように振る舞ってくれることをお願いしたっていうわけ。ところが文明が発達していって人間にもいろんなことが分かってきた。人間の集団も大きくなって社会秩序が生まれるようになり、人間の方から自然に働きかける技術も向上していった。となると身の回りで起きるいろんなものとかことが実は共通の秩序、あるいは秩序を生み出すものによって
その結果が生み出されているのではないか、こういうふうに考えるようになっていった。つまりそこで起こる物事と自分たちとの行為の間に必然性を意識するようになっていったわけで、宗教においてもアニミズムの時代からユダヤ教、キリスト教、イスラム教といった全てのものやことに影響を与える創造主としての神が作り出された。これは仏教においては因縁という言葉で表現されているけど、全ての物事にはつながりがある、秩序がある、こういうふうに宗教の世界でも考えられるようになっていったってわけで、も宗教が一神教になったり仏教になったりしても一部はアニミズムと同じ考え方をとっていた。つまり神の意志による結果というのは全て必然だけど、それは人間には理解できないことであって、そういった神の計らいの前には人間は無力である、こういった考え方。ただこういった新しい宗教のその一方では、確かに人間は神の前では無力なんだけど、神は自分自身に似せて人間を作ったのであるから、他の生物の上に立つ特別な存在であって、他の動物たちにはない理性というものをお与えになった。だから人間はその理性を使うことによって神が作った世界、そして宇宙の秩序を理解していくことができるはずだ。こういった考え方が出てきたの。例えば聖書には最初にロゴスがあった、ロゴスは神と共にあった、こんな言葉が記されているけど、このロゴスっていうのは人間はこの論理を扱うことができるよね。この宇宙もその論理に基づいて作られたんだから、人間はそれを研究していくことによって世の中のいろんなことを解明していくことができる、こういった考え方につながっていった。で、これは必然だよね。以前こういう出来事が起こったから今はこういう風になっている、これを宇宙の誕生から始まり現在に至るまで、そして私たちの身の回りのことと全てをつなげて考えていくというのが現代の科学の世界で行われていること。それは占いなどによって解明されるものではなく、人間が頭を使って論理によっていろんな物事を正確に記していこうとする活動なんだね。で、このロゴスというのは神といわば最初から並んで存在していたと考えることができる。聖書には最初にロゴスがあった、ロゴスは神と共にあった、こういうふうに書かれているからね。つまりこのロゴスはある意味神と同格で、どちらが上下ということはない。まあだからこそ神はこのロゴスと論理と別次元で動くことができる。神もロゴスによって支配されるものではないからね。そう、神はロゴスに支配されない自由意志を持っている。で、その自由意志を持ってロゴスに従わない奇跡を起こすことができる、こういうふうに考えられた。そうだよね、神が起こす奇跡というのは人間にとって理解できないもの、論理によっては追求することができないものだよね。つまりこの神の意志によって生み出されたものは偶然、人間がコントロールすることができないもの、こういうふうに考えることができるってわけ。いい、こういった宗教の考え方から見えてくるものは、人間がその能力、論理によって追求することができるもの、必然的にこの世の中で起こっていることと、ロジックとは別の次元で生み出される神の意志によって起こっているもの、これは神がそちら側の秩序を形成しているわけだから、その意味では必然ということができるんだけど、でも人間にはそれを計り知ることができないから、偶然としか思われないもの、こういったものの力によって私たちの世界は作られている、こういうふうに考えられたっていうわけだから、現代においてもそういった偶然的なメカニズムを通して神の意志とか運命を聞くおみくじとかカード占いが世界中で流行っていて、ごく普通の人々に受け入れられているよね。でもね、よく考えてみて、そのくじ引きの結果っていうのは常に不公平だよね。だってどんなくじの結果になるかなんてわからないし、自分が今までやってきたつながりとは全く別の次元で大吉が出たり大凶が出たりするんだから、これがね、もし私たちが必ず大吉になる方法を知っていたとしたら、その必然の力によってみんなの人生は常にハッピーになっていくはずだよね。でもね、実際はこの世の中はいろんな偶然のメカニズムによって支配されている。で、それは私たちの力が及ばないようなもの、そういうことが多くの社会において受け入れられている暗黙のルールとなっている、こういうふうに言うことすらできるの。だってそうでしょ、みんながなんで今の自分なのか、もしかして今の自分は自分が思うような才能を持っていないかもしれないし、もっと大金持ちの家に生まれたかった、そういうふうに考える人がいるかもしれない、こんな顔じゃなくてもっと別の顔で生まれたかった、こういうふうに思う人もいるかもしれない。でもね、そういったことは言っても仕方がないこととして、この社会においてそれぞれの人々に受け入れられているよね。そう、確かに私たちの身の回りの現象には人間の理解を超えた合理性、つまり私たちの論理、必然だけではどうしようもない神の意志とか偶然が働いているようにしか思えない、
そんな何かが存在している。そういった感覚が残されているんだね。古代の人々はそういった人間が理解できない何かを、神の意志、真意とか因縁とか運命などと呼んで解釈していったんだけど、そういうふうにその何かに別の言葉をつけたとしても、その物事について完全に理解することはできないよね。だってこの動画を見ているみんなだって、自分の将来がどうなるのか、運命がどうなるのか、そんなことについては誰も知らない。それはただ単に偶然を別の種類の必然と見なしただけなんだね。だから誰かがみんなにしたり顔で、ああそれは運命だよ、こういうふうに言ったとしても、それは何も説明したことにはならないっていうわけ。ただね、その何かに運命とか宿命、あるいは神の意志といった言葉をつけないとしたら、みんなの身の回りに純粋の偶然というものが存在することになる。で、それっていうのはみんなの身の回りで何の理由もなく発生する、こういうことになるんだから、そういったものとかことの存在っていうのを人間はなかなか受け入れることができない。だからね、17世紀ニュートンによって確立された近代科学によって人間は大きくこの偶然を必然に転換することに成功した。例えば万有引力の法則によって宇宙に存在する全ての物体の運動を神の自由意志とか運命といった言葉を抜きにして数字とか数式によって厳密に記述することに成功した。これは現在の状況を厳密に観測すれば過去の状態も遡って知ることができ、また未来も正確に予測できるといったもの。例えばボールがあるスピードである方向に向かって飛んでいるとしたら、その何秒か前にはこの状態にいた、その何秒か後にはこっちにいる、こういうことが正確に分かり、そこには偶然性なんてものはない。必然のみが存在する世界となる。じゃあ近代という時代はこのやり方によって、全ての偶然を必然に変えることに成功したのかといったらそうではない。20世紀末にかけて出現したポストモダニズムによって、近代の次、近代以後といった考え方によって、科学的必然性によって支配されている世界を脱構築しよう。つまり従来の枠組みを解体して新しいものを作っていこう、こんな考え方が出てきたの。これは全てのものが必然である、そういうふうに考えることによって人間が全ての物事をコントロールできると考えることによっていろんな弊害、悪いことが出てきたから、こういった考え方が出てきたんだけど、でもね、だからといって近代合理主義とか近代科学の成果を全て否定する、それっていうのはちょっとやりすぎだよね。その行き着く先は人間は何もわからないという神秘主義とか、人間は運命に従うしかないとする宿命論に行き着いてしまう。でも確かにみんなの身の回りには偶然と呼ぶしかしょうがないことがあるし、世の中の全てが必然に変わっていくとは思えない。じゃあこういった必然と偶然の関係はどういうふうに考えればいいのかというと、現代科学の示している宇宙像は、この二つは絡み合ったものである、こういうふうに考えているの。そう、私たちの住む世界は、ニュートン流の機械的な必然性に貫かれたものではない。それは必然と偶然が本質的に絡み合った世界、偶然の要素が必ず入ってくるから、本質的に予測不可能な世界なんだね。例えば宇宙の始まりはビッグバンと呼ばれているけど、じゃあなぜそういったビッグバンが起こったのかというと、現在は揺らぎという仮説が考えられている。ビッグバンが起こる前の世界では、ビッグバンが発生する場所と発生しない場所、そういったものが揺らぎ合っていて、どこで発生するかわからないといった考え方、また量子力学においては、すべては必然で記述することはできない、確率という考え方がそこで取られていたりする。そういった偶然が私たちの世界には確実にあるから、新しいものが生まれたり消滅したりする。これは宇宙のことだけではない、私たち人間が作る社会の歴史まで、やはりいろんなところで偶然と必然が顔を出す。もしそこに必然しかないのだとすれば、現在のようなダイナミックな世界を生み出すことはできなかっただろう。そう、偶然というものは必然に対する邪魔者で、それを排除したら良いというものではない。この世界を作り出す本質的な要素だったの。この偶然が私たち一人一人の未来に影響を与え、新しいものを作り出していく。それはニュートン力学によって計測されるボールが飛ぶ軌道とは全く別物。未来がどうなるかなんてわからない。こういった魅惑に満ちた脅威の未来を作り出すのが偶然。その多様なあり方を私たちは今どういうふうに理解して、どのように取り組んでいくか、それがこれからの大きな課題なんだね。どうですか、今回の授業分かりましたか。みんなが身近で感じることがある偶然、その存在を整理することができたんではないでしょうか。
もし未来を知ることができたら知りたい、こういうふうに思う人がいるかもしれないけど、実はこの偶然というものが存在する限り、確定した必然的な未来というものはないということになる。だからこそ私たちは今を一生懸命生きていく必要があるんだね。それでは今回の授業をこれで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を出していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。